第38回大阪国際女子マラソン大会、ご覧のように選手はスタートポイントを一斉にきれいにスタートを切っていきました。423名がスタートいたしました。さあ、これから選手はマラソンゲートを出るまでの場内のトラックを密集いたします。それからマラソンゲートを出て長井公園周回コース、これを約4分の3周をして長井交差点に出てまいります。ここから地下鉄御堂筋線に沿いまして北上してまいります。いよいよスタートを切りました。さあ、2020年の東京オリンピックマラソン代表に向けて NGC グランドチャンピオンシップの中から何人も勝ち取ることができるんでしょうか。さあ、今スタートした時点のコンディションが入りましたのでお伝えしましょう。天候は気温摂氏が出ているのです。湿度 47% の進化で少し穏やかになりました。 1.4m を使います。さあ、先頭にはもう今日レースメーカーで5人のランナーが入っています。それぞれ白のナンバーカードをつけております。その後ろに招待選手は濃いピンクに白の番号が入っています。先ほど紹介をいたしました福士加代子選手をはじめ、日本の選手あるいは海外から来た選手がすでに上位のポジションを整理しっかりとつけております。まだ集団という